オルフェオンドノスティアラは、スペインバスク州ギプスコア県産ンンセバスティアンに本拠地を持つ合唱団。1897年1月21日に創設され、100年以上の歴史を持つ。数多くの賞を獲得し、評価は世界的にもトップレベルである。バスク地方の歌を守り普及させるという目標を掲げ、独自の哲学に基づく規律正しく几帳面な、 組織力に対し、文化団体としての表彰歴もある。合唱団員はその前紙を通して、また現在もプロの歌手が所属していない。この団体の起源は1896年6月に遡る。20人の古風な合唱社交会員は、ノルベルトルスリアガという人物に指揮を受けていた。彼こそ、この社交クラブを数ヶ月後に、オルフェオンドノスティアラへと姿を変える。 分子を育てたのである。当時は、同じ県の町、アラサーテ、モンドラゴンで、ギプスコア県主催の有名なバスクフィエスタや、農畜産業コンクールなどといった行事が、毎年開催されていた。ルスリアガト20人の無名の歌い手たちは、まず地元県で、存在感と実力を認めさせ、続いて他の県のイベントにも進出しようという考えで腕を磨いていた。 ドルフェオンを名乗ってから、初期の5年間のレパートリーは、アポリナールブルル作曲の、ホセ・ナバラ、ヨハン・シュトラウス2世の、美しく青きドナウ、エーミュラーの、アー・ペピーダ、そしてヘッス・グリーディ作曲の、エル・ポプラル・ボッハと、ボッハのみ。だが評価が低くとも、その非凡な共同力は、イベント主催者によく知られていた。この時期は20のコンサートしか行えなかったが、96回の、 方針会議と29回の会合を開いた。オルフェオン2代目、マエストロ指揮者、エスナオラ1902年、セクンリのエスナオラが、オルフェオン合唱団指揮者に任命された。20世紀初頭は合唱コンペティションの数が、花盛りの時代で、オルフェオンとノスティアラもこの波に乗って参加した。そして数多くの賞を獲得した結果、1906年には、フランスの賞、 グランプリドニュール・ドゥッパリを獲得するに至った。1909年、指揮者エス・ナオラは、オルフェオンの未来を考え一つの変化を起こすことを決断した。成人女性の歌い手を入団させ、ややアルトな聖域をミックスした。これは彼らのレパートリーをより広い地平に到達させ、コーラルシンフォーニーの領域へと踏み込んだ。ドノスティアの市民たちは、大きな期待を抱いて、 ベッドナビオ合唱に耳を傾けた。そしてオルフェオンは初めて、セニョリータとニーニョのバックコーラスによって支えられる男女混成三部合唱を披露した。これはまさに響き渡るように成功した。この成功によって、カジノでサンセバスティアンで公共楽団と共演する機会を得たエスナオラと合唱団は、この舞台を統括した巨匠エンリケ・フェルナンデス・アル・ボスのちぐを得て、 首都マドリードのテアトロリリコとテアトロレアルでコンサートを行った。ポルトガルでの国外公演を終えた1925年、マエストロブランチ式でベートーベンの公共曲第9番がオルフェオンによって合唱された。これは1912年以来オルフェオンが最も多く合唱している曲の一つである。フアン・ゴロスティでの式のおかげで合唱団は影響力のある政府人や 外国人プロモーターと縁を持ち、ヨーロッパの主要な国際フェスティバルに活動の場を広げた。当然それに伴って曲名やジャンルも多様化し、サルスウェラやオペラ関連の曲も合唱するようになっていった。すさまじいスケジュールが約40年間にわたって途切れなく続き、ゴロスティディ式のアカペラに動かされるように、そして混声合唱がコンサートで絶賛されるたびに、 オルフェオンの評価は高まった。フアン・ゴロスティデの死去に伴い、アンチョン・アジェスタランが合唱式の地位を継承した。それ以前、アジェスタランは合唱団の副代表でテノールを担当していた。これ以上は無理という限界を超越するのが彼のモットーで芸術的な力を前任者に負けじと発揮した。そして彼の指揮のもとで合唱団はより多様な国際ツアーを行い、 大衆的認知と外国からの批評を受けた。アジェスタランはカリスマ性を持った人物と考えられており、音楽に突き動かされる情熱、限界を克服したい気持ちを団員に伝えられる情熱的指揮者であった。彼が指揮した時代は、オルフェオンの所属団員たちが情熱的変革に戸惑いを覚えながら練習をしたが、一方ではまた今日までアジェスタランの名前で続く。 音楽教室を開いた時代でもあった。サンセバスティアン市内の合唱団本部、アジェスタランは言った。オルフェオンとノスティアラが、もしアマチュアリズムの火を絶やさず、かつプロに負けない音楽水準を芸術的感性を追求しつつ、極めれば精神の渇きを癒す、水のような合唱団になれるだろう。そうなってほしい。美しく根源的な情熱の融合。 汚れなき純粋な求道者精神との融合。技術と芸術のフュージョン。それは物質と精神の融合だと。1984年、オルフェオンド・ノスティアラはまたも大きな賞を新たに獲得した。アストリアス王子芸術賞。それはごく一握りの真に卓越した歌唱者しか得られない賞だった。86年の長きにわたる自分たち自身との戦い。 芸術水準を極める過酷な戦いを続け、合唱団は限界克服を達成し一流の仲間入りをして世界中の批評と称賛を浴びる有名な存在になった。その集団性に優れた仕事ぶり、求められる要求をこなす能力、センスと団結力。王子芸術賞は必然的。これは終わりではなくもっと偉大な未来への出発なのです。それが、 受賞理由であった。1986年12月にはアジェスタランが救世した。ホセアントニオ・サインス・アルファローは1987年に合唱団指導権を握った。彼はアジェスタランと副指揮者として密接に共同してきた。この時代、サインスは若い男女団員の小姉を加えて合唱形態を刷新、前任者が生前に到達した。 芸術水準を落とさないよう努めた。1988年には8歳から14歳の育成目的の合唱団、オルフェオンチキを創設。2006年には15歳から18歳のユース合唱団、オルフェオンガステも創設された。ありがとうございます。